で、砂漠の新エリアに来たんだよね。ここでこのグローブを見つけられればいいのかなと思ってますけど、そもそも、まず仲間ってどういう状況でしたっけ？呼べるんだっけ？呼べるね。ならみんなで来た方。来ないね。これ来ないです。一人で頑張ろう。あ、そうか、戦闘中だからか。なんだあれ。親方、空からパズルが。まだ見たことのない敵を見つけないといけないっていうのもあるね。これ起動してない。なんかでも木の種類がちょっと違う気がしませんか？この辺り。この下が見れればな。見れたけど高いんだな。向こうの高い台に乗れれば。あ、乗れるじゃんここ。ここ乗り場だ。ポイントつけよう。からこうかな。うん、いいよ。さらに、この木のあるところって落ちたら出られるか。この木が何なのかって、なんか怪しさある。いや、わかんない。古い骨だ。とりあえず降りていっか。高さが違う。なんか低い段来ちゃってんのこれ。上に乗る方法がない。どっかのエリアから上を伝ってこいってこと。このエリアのこの右上にずっと通って、あそこだ。あー、撃てばいいだけど、あの高さに行けないんだよね、まず。まずこの高さにいないといけないから、さらに上から。こんなところ、あーでもこ、通れないのかな。高さが違うか。高すぎるか俺。
あ、違う。地形がよく分かんなかったけど。こうか。なるほど。上からカンカンやってくんだろうけど、上に行けないから、ん、これが開くというなるとこれが開くんだから、そもそも上に俺は行けないよね。とすると別のエリアから上に向かってあれを撃つ必要があるが、このエリアからは狙えなそう。いや、わかんない。何が想定なのかわかんないな。撃てれば勝ちなのか。決勝ギラだこれが。でもここが開いただけで、ここが開いたことによって次に行ける場所がないから、これはこれで終わり。そこのハスとか乗れる。乗れるけど、でここは誰がスイッチを入れるんだろう。あんなところに行かないといけない。下だな。下に道があるんだな。もうそこに行くにはがあるか。ハスを渡った、ハスを渡るとそこから行けるかもだけど、ここの地には乗れないから。お前どうやって来た？通常ステージはエレメント入れても使い切ることはないね、多分。この上に乗らないといけないのがミッションなんだが、乗るためには向こうの扉を開けないといけなくて、それをするにはここは分かんないな。あそこのあのスイッチを入れるにはカンカンカンでこうやってくるんだけど、あそこが開かないといけないっていうよく分かんない状況。ここの上に乗らないとで、ここの上に乗る方法なんて、ここで打ち止めだから、さらに上から降りてこいってことになるの？この、不思議な物体のあるここ、これのある、このルートを上から来るやつを別の場所から探してこいよって言ってるのかな？ここの足場に乗れるやつ。確かにこうやっていくとこの辺見えないけど、下向きに対して乗りに行けるっていう通路って基本的にないんだよな。ここの上乗ってれば行けるのか。この上、いや道はないから、これどういう地形なんだ。こっち経由で行くのはきついだろうな。やべ。違えた。
全然ダメじゃん。ずっと歩いていく。この下をずっと歩いていく。途切れた。あ、これはこれで別件だ。鮮やかな水は砂漠の植物。この場所は覚えておこう。人、高い、一個高いところからあそこ撃てればよかった。ここからあれが、ね、狙えれば開くのかもしれない。開いたけど、開いたけど上の台に乗れないから、左側に行きたい。迷う。マップがとにかく、やってることはパズルなんだけど、探す範囲が広すぎるんだよね。一つの何、この砂漠というマップ全体でずっと探索し続けないといけない。もちろんどっかに行けば開くのは分かってるんだけど、それにしたってた、これあれだよね、タロス2の探索範囲広すぎます問題と同じなんだよな、多分。探索そのものは楽しいんだけど、探索範囲がでかすぎるせいで楽しさよりも疲労も勝るんじゃないかっていう話。え、これノーヒントで進むのがおかしいのかな。なんかどうやってこれみんな解くんだ。間違えた、早すぎる。このブレイクを狙わないとダメなんだよな。そこか。これが開くことによるメリットは分かんないな。経路でも何でも、あ、あー、なるほど。ここも登り口、ん？ん？
これこの部屋の真ん中に毎回出るの俺もしかして。え、この場所がどこかって分かんないのか、マジ。マップ開いた時に現在地出ないんだ。じゃあなんか今までの、今までのスタンプも、クソだ。このマップには乗り口がありますっていう情報しか俺はかけてない。でもここはとても重要。本当かな。誰でアクティブにするんだこれ。新しいエリアには来れる。うん、いいっすよ。順調に開いてはいるね。で、なんか向こう側に今青い雪山にあった青い足場もどっかにスイッチがあったのか。水は見つけたみたいだね。だけど今降りられない事情が。おい、ここに乗り口あるじゃねえか。ここで乗ってこう来れるのか。ここも乗れる。これは右の入り口。どうしよう、上に行けますマークの方がいいのかな。なんか上に行けますマークを使うべきだったな。じゃあトレーダーに行ってもいいけど、トレーダーがいるのは人がいますマークだ。ここ左下。これがアクティブになったから、なぜ上に行くんですかね。これがアクティブになってるから、これがアクティブになってるから、ここに乗れたらいい。こんなとこ乗れる？空間断絶してない？どっから来るんだ？ここの右上に乗れる場所がある？なさそうだけど、あんな場所出ていくんだ。ジャンプ中にダッシュとか使えるのかな。使えなかった。ガード入っちゃう。
あ、でもなんかあのエリアから上を渡ってくるみたいなのができるのかもしれないのか。そうか、あるよな、広すぎる問題プラス今絶対行けない場所とかがもう目に見えちゃってるのがすごく嫌だな。これは勘だけど、その真四角のなんかただのスイカみたいなやつもあったじゃん。ああいうさ、今じゃないけど後々戻ってきなさいねって系の、ここだっけ、スキップ下だ。そういうやつが出てきた時に、ああなるほどなるほど、氷があるからいいんじゃない。これもあれよ、前回と同じで叩きに来た人を叩けばいい。おねおね、サメ、あー特殊を使うかというと分かんねえな。遠距離からアタックしてる、これ遠距離だったらアタックするの何それ。それは知らないわ。いい、こっち来てくれよせめて。これさ、仲間と一緒に来ないとまずいんじゃない。この数ソロで捌くのはきつねえか。いやー当てないといけない。いやー辛いって。え、嫌な非弁と引いたな。なんか磁気狙いでも箱がダメージ食らうことがあるから、結局効率的に倒しまくるがしかない。セリフを出すのか。セリフを出したやつが次にこっちに来るから、それを見てればいいのか。邪魔だけどね。意味が分かった。これの方が回復するか。俺をの妨害をするのは誰だ。オッケーオッケー。
これは OK。 ヘリックス一匹捕まえてるな俺。どこにいるんだヘリックス。これ敵じゃない？敵じゃないな。アイテムかなんかだな。それ取りたいんだったらそこの上行きなさい。そこの上行きたければから来るか、ここ渡りなさい。渡れるのかな。ここ渡るってことはこの上に行きなさい。ここの上に乗ってれば結局ここなのか。ここにあれ、ここ来たことあるよ。ここ来たことあるよね。乗り場があるのか。戦闘いらねえ。これ乗り場？そこの下のエリアに乗ってるにはこっち側のそこの上に乗らないといけなくて、そこの上に乗るにはこっちのエリアのこのエリアのここの上に、こんな足どうやって乗るんだ。ここ経由？これ？ここの上に乗れっつってて戻ってきたな。結局ここだな。ここなんだよ。ここの上に乗らないとだから、これに乗る仕組みがどっかでそこに乗れないといけなくて、この上のエリアに行くにはこれがアクティブにならないといけなくて、違うな、これがアクティブになってもここにはいけないか。あれでも俺一回上登ってんですね。一回上登ってる。こんな場所にさらに上から来た。同じ場所ぐるぐる回ってるな。そらそうだ、上の足場にある地形をずっと回ってんだもん。でもそこに行ってないってことはここに乗ってないってことじゃない。ここに乗ればよくて、そこに乗ればよくて、そこに乗るにはここに乗るんだけど、まだ行けてないでしょ。あれ、なんか一箇所重大なピースを見逃してるな。これここから全部上のエリア行けますっていうエリアが絶対あるんだけど、それを見つけてないんだ。見つけないと見つかんないね。それはね、ずっと同じ場所ぐるぐるしてる。重大な乗り場があるのはマークをつけた場所、こことこことこことここ、じゃあそっちの方行くか。テレポートしたからどこにそもそも必要なアイテムがあったか覚えてないぜ。ここも乗れるけど、この辺からどんどん上、こんな道ある。ここまでか。なんか今石でジャンプしちゃったけど、
とこの上行けるのかな。これ見覚えが。ああ、さっきの場所はここには来れたんだって言ってたやつだ。この場所からそこには乗れない。ここまでか。いや、これをいける?先ないな。この乗り場から行ける場所はないのかじゃあ。
そこは高いよな。うん。こっからそっち行っても意味なかったんだよね。あ、じゃあ知ってる土地だな、もうすでに。これは先がない。これをしてる間、若干高くなるとかあるのかもしんないけど。虚無だ。探し物してるだけの時間。なんだ？何をすればいいのかわかんないんだよね。マップが、ゲーム内のマップが使い物にならないし、今自分が見つけないといけないものって、上に登る場所をひたすらずっとマップ練り歩いて探してるだけなんだよね。俺が上に上がれる場所。ここにもある。ここはマップつけてないな。敵ってなんだ？ここのイベントはもう終わったから。この辺に上に行く場所があって。これハマるやつじゃなかったっけ？そうだ、ここハマるんだ。こっから左に行けばいいのか、じゃあ。今の場所から左？にゃ？
どこだ今、正直つまんない。ずっとつまんないんだよな、このゲーム。そらそうだ、なんかやるべきことは目の前にあって、入り口をずっと探してるだけなの。いや、マジでずっとそうなんだよな。入り口をずっとただ探してるだけなんだよな。なんか明確な、こう、アナウンスもなく、くそ、これは面白くない。俺はこのゲーム面白くないよ。どっかにある入り口探してこいよ。なんかでも進展あるな。なんかでも進展ある場所来たな。どこだかわかんないけど、なんか上に乗れる場所がある。上に行くか。この場所を記録しておきたいんだよね。もう一回ここに戻れるように。なんか見える。あ、遠距離でも草壊せるんだ。いや、よしよし、でも進展ある。ある。ある。めちゃくちゃある。さっきのとこ上行くのもあるけど、なんか繋がったので、これはこれで大きい。のエリア？これショートカットつながっただけか、なんかそんな気がする。じゃあこっちはいいよ。こっからどこに行くのか。はあ、嘘。来てんのここ。アイテムは取れる。あれ？大した進展ないのかこれ。そんな。あの辺でアイテム開けたらキスらしい。もういいかな、もういいかな、これ。なんか攻略サイトかなんかで地図拾ってくるわ。ちょっと付き合ってらんないわ。この。今後のマップを。でも攻略見ていいか？あの、ゲーム内のマップ機能が、ゲーム内にあるマップ機能が、ちゃんと実用に足るものだったら、こんな苦情は多分言ってないんだよね。それが問題だと思う。分かるべきものが分かれないようにマップがデザインされてて、時間かけてずーっとやるにはいいけど、僕はちょっと嫌だな。やめます。攻略見ながらやります。なので、あの、このマップを探索する要素は、でかすぎてノーヒントっていうのが僕には合わないかな。探索すること自体は嫌いではないんだけど、
メトロイド。今回何も進んでないもんね。なんか箱を2分間守った以外の残りの44分間さまようだけっていう、進捗のない回でしたね。はい。